全無理だぞ。家帰るんだぞ。そこの東海通りで330キロ出してみようか。行くぞ行くぞ。タカちゃんいい？お疲れ様です。お疲れ様です。ここどこだと思いますか？ここ、この今私の購入したベンツなんですけど。買ったんですか？そうなんですよ。やばくないですか？このなんか皮の感じとか、これ画面で伝わりますかね？なんかもう後ろ見たらなんかすごい紫の光みたいな。あ、で出てますね。してるし、なんかやばくないですか？でちょっとね、今日この車で社長の前に登場してちょっとびっくりさせようかなと思ってまして、ちょっと私の車って言ったのは嘘なんですけど。ちなみに おいくら？新車が2700か、はい、そこぐらいかな。2700、うわ、新車で2700万。やばマジですか。え、これは新車で購入された？違う違う。違うんですか。でもだいぶ綺麗ですよね。だいぶ綺麗だね。新古車みたいな。あ、そうなんですか。まあ、ちょっとこの車の持ち主の方なんですけど、以前なんかベンツめちゃくちゃにしたったっていう動画にも出演していただいた人ですね。そうですね。はい。でその方のベンツを、まあ、今日は私が購入したという体で、はい、動画を撮っていきますので。はい、よし、もうすぐ開始ですね。とりあえずちょっと社長呼んできますね。わかりました。はい、お疲れ様です。あ、ちょっとお時間いいですか？少しお時間いいですか？で、カメラ回っとるんだ。いや、ちょっと社長の、最近どうなった？いや、ちょっと社長の日常を撮ろうかなって思って。日常もそれ、毎回毎回、はい、日常ないよ。ちょこっと、5分だけちょっといいですか？日本だけなんどんだね。いや、ちょっと外に出てほしいなって思って。なんで？そう、なんで？あ、すぐそこ、会社の前に メールすんな、俺。え、じゃあ、お願いいたします。お願いです。社長は今日お客様と会うんですか？すごいスーツで決めてらっしゃるんで。あ、そうなんですか、うん、なんで、どうした？いや、ちょっと、うん、はい、ちょっと決まっとるか？決まってます、はい。これ、痩せて切れるようになった。あ、そうなんですか？マジマジ5、6年ぶり。おっ、おっ、何これ。何、どうした？いや、これ私動画マジで出たくないとか言って NG 出したの。いや、勝ったんですよ、私これ。ちょっと待って、何するの？いや、勝ったんですよ、私これ。いやー、いやー、食べろ、食べろ。ちょっと、助けて、助けて。いや、さすがにやばい。嬉しそうじゃん。何これ、どうした？タカちゃん、なんでダメって言ったんだ。いや、私が勝ったんですよ。撮影 NG ってさ、喋り出した。隠れてるよ。いや、撮影 NG、NG って言ったんだ。いや、嫌なんだ。私が勝ったんですよ。体だったのか、お前。いや、ローンです。ローンと貯金で。ローンと貯金。何回？そうですね、50年ぐらいですかね。50回。50年ローン。何年だろう。50回。50年ローン。50回。え、体打っちまったか、ついに。いや、体は打ちやつないですよ。視聴者の皆さん、この女はクズです。ついに体を売りました。いや、体打ってまでこんな買わないですよ。そう、抱かれたい男ナンバーワン。痩せたしね。じゃあ全然しゃべらし、こっち。アイコロおっさん、なんでリリーちゃんの企画だったら出たの？俺頼んどっても出たったの。何の企画？そういう風に俺に持ってきて、何の時や。だから、その私が買ったから、ちょっと自慢っていうか、そのちょっと報告っていうか、うん、はい、知っとるってことは、リリーちゃんってことは、はい、リリーちゃんどこで働いてる？あ、七色です。会社の名前、株式会社七色。はい。そこの社長さん誰？小林さんです。ってことは、あなたのものは俺のもんだね。いや、でもあなたのものは俺のもんだから、俺運転してるでしょ。まあ見てしいでしょ。あなたのもんは俺のもんでしょ。まあ、そうですね。社員のもの全部俺のもんだと思ってる。全てプライベートとかないし。この従業員。
いいよ、ほんと運転してる。まあ、でも今日、顔が気になったらいいよ。スーツなんで。いや、みんなちょっと乗ってよ、乗ってよ。あ、はい。っていうかもうこの車クラスになるともうあれドライブとかもないのこの車。いや思ったら動くのこれ。いやついにそこまで来た。なんか私も運転してるとこちょっと見てたんですけど、なんか正直どうやって動かしてるのか全然わかんないんですよ。これ何でしょう。しかも iPhone みたいなのがついてるし、ね、なんかここ何これ、あ、あナビ動くし、すげえ。あーもう iPhone みたいになってる。でドライブとかないのこれ。右にあるじゃん。右のこれ。そうすげえな。おいちっちゃくなっちゃったよ。視聴者の皆さん、ちっちゃくなっちゃったよ。いいの？本当に俺運転していいの？どういうこと？あ、これだけでもば、やばいやばいやばい。やばいやば。車が上から見えてるじゃん。なんで？やば。なんで？嘘。すごい。やばいねこれ。あそこ軌道がちゃんと映ってます。すごいね。すごい。ちょっとクラウンとかトヨタ車と違うな。上から見えてるよ。すげえな、本当にすげえなこれ。道が上から見えてるやん。どんなカメラ？なんで？なんで？そう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 。なんで？衛星使ってるもしかして？衛星使ってる？やばくね？これ何？ドライブ入ったよね。いいのこれ？普通に行ってたかじゃん。普通に行ってる。大丈夫？大丈夫。なんでこれは？あ？あれなんかバック大丈夫これ？いやいいでしょ。これ後ろ映ってんのずっと。あ違う、前が映ってるんですか？え？前が映ってんですか？なんで？やば。もう軌道がわかるってことですか。そういうこと？どんだけ？なんで前映ってる？だからもうほら見て、走ってるやつも全然上から映ってるじゃん。そうでしょ？どんだけ衛星なん？007やん俺。ずっと見張られとるやん。うわ走るなこれ。また視聴者この間叩かれたでな俺車アクセルみたいな。ちょっと踏みたいな。大通りってとりあえず150キロぐらい出してみようか。視聴者。メーターが330。メーターは見せんよ。多分余裕で、まあとりあえずじゃあそこの東海通りで330キロ出してみようか。フルメーターだけど、あのカメラで言ってるだけだからね、視聴者の皆さん。俺は口で言うから、今何キロです今何キロですって、はい、だけどそれが本当かどうかっていう事実は、はい、分からんよ。俺は俺が言ってるだけで、ね、おお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 。じゃしかもまだ2ミリぐらいしか踏んでないよね、高さにもこれ。やばいよ。本当走るね。これだって全部踏んだらあのタイヤスピンするでしょ。もうダメでしょ。うわこれはすごいわ。一回全部踏んでいい。やば。行くぞ。高ちゃんいい？いいよ。やばい。やばいよ。見た。今見た。わーって浮いてたよな。足が浮きましたよ。16兆だよな。で一定でも俺まだあれだぞこれ。40キロぐらいだけど加速の仕方がやばい。そうすごい。こうぐらいだもん。うーん顔がうーってやだもんね今ね。おー俺リアルになったんだよあれ本当に。もしかしたら皆さんリアルじゃねえだろって感じだけど。いやだけどすごかったよね。ふわーって浮いてきたよね。ほんまに多分完全なあれだよね今。NASA からの衛星からの無重力だよね。ピンポイントで無重力光線かけられたよね。もう世界観がやばいですね。世界観やばいね。ウインカーがだね。左左これ変なとこ触ったらなんか俺バック入ったらやべえことあるぞ。キャーイってもうさすがにもうウインカーつけただけで後ろの人止まる。これドライブに乗ってる大丈夫これ、うん、高橋一足みたいな感じだ。走りすぎるもんね。わからんわ。行くぞお前ら嘘つきやって踏んでないって。完全に嘘だからお前これ、まあ、そっちからカメラから見えんけど、あの前にもコクピットみたいに全部あそう無重力っていうかガラスの向こう側になんか見えとるね。あそうなんですか。そうなんかいろんなやつ見えとる。やばい数値的なやつ、うん、敵の数値とか全部出てる、前の車の先頭通りとか出てる。やばいわこれは。いいなぁ。いくら15001400なんぼ1500だったね。消費税1500だぞ。家帰るんだぞ。やばいでしょ。まあ視聴者の皆さん、また俺もはしゃいどるとさコメントを荒らしてくるけどさ、もう荒らしていいよ、好きなようにして。頭が悪いんだからしょうがねえだろう。これはでもはしゃぐぜ。いやそうですよね。これはテンションマジで上がりますよ。上がるよね。こういう何車乗ったらやっぱ抱かれたいとか思う。
あ、そういう男の人にってことですか。こういう人は、うん、こういう車とか乗ったらかっこいいなとか。いやでも彼氏に乗ってほしいとかいうよりは自分が乗りたいですマジで結構いったね、1500万だぞ。ガチはお前、これがこれが俺のベンツだ。社員のものは全部俺のものでな、少々皆さん。それはお前らが文句言おうがないでしょうか、それは変えられる事実だ。それは俺が決めることで、お前らが決めることじゃない。いいとか悪いとかそういうもんじゃねえからな、お前らな、画面のお前ら、お前のこと言ってんだよ愛想悪いですね、やめて。どうせお前ここカットするだろうどうせお前カットしちゃうんだろうパーキングだけやの横ポチッと押せばいいね。あ、ここだけ、それがパーキング、すごいね。時計がお前だってアナログだよな、お前ら。ベンツのグラスね。なんかブランドついてるね、時計が。なんか知らんけど、イワックかな。イワックっていうブランドがついてるよな、お前ら。このベンツビアになると。で、これ何車種は。これは S63。S63。うん。アマゲン。アマゲン。AMG。AMG。結局俺ばっか取ってベンツ映せって言われそうだ。ちょっと外からレビューかけたろうぜ。これ、どうやってシートベルト、シートベルト取れるの。あ、こういうか。普通に取れるか。会社にとしてみるか、いいなぁ。ちょっとアクセル踏んでいい？ちょっと後ろ肩取ってよ。うおこれが俺の車になったとは嬉しいな、俺も。あ、しゃしゃ皆さん言ったもんな、これ私のもんでしょ、うん、だってあなたのものは全部俺のもんだから。いやいやいや、おかしいすごい、見て後ろからも、あ、全部の窓、うん、前の窓とか横とか全部。マジですか、これ椅子もだって後ろも動くんだよね、これ。ようわからんパーツ、本当によくわからないパーツ。多分これ衛星切るやつだ今衛星で見られてるよね、完全に。これ押したら衛星解除007解除イギリスの諜報員、うん、もうイギリスの諜報員から解除。視聴者の皆さん、じゃああのね、コメント欄荒らしてくれたら視聴者プレゼントしますんで、これリーちゃんのものは俺のもの、俺のものはみんなのもの。いや、それちょっと私変換してください、当たった人あの人映してよずっと逃げとるね、あの人まあ視聴者の皆さん気づいてると思うけど、前ベンツ乗った時から何キロ痩せた。40キロぐらい。40キロ痩せた、あれ言って1年ぐらい。1年ぐらいだね。1年ぐらい、1年経ってないよね、確か。軽い女子1人分ですよ。そうめっちゃ軽い女子、めっちゃ軽い女子、まあ、リリーちゃんぐらいだね。まあそうですね、私ぐらい、私1人分なくなったみたいですねこの女生まれたら、まあさすがにそんな軽いわけないですよ僕の友達のものとリリーちゃんのものは俺のものだから、このベンツはこれから現場行くのはこれで行こうぜ、撮影な、で、あとね、ライブを今結構ちょこちょこで、あの飲みライブって言って居酒屋でやってるんで結構盛り上がって、まあ俺もね、爆弾発言結構バカバカしとるんですけど、あの不定期にしちゃったんで、前まで水曜日だったよね、水曜日でしたね、うん、不定期にしちゃったんで、はい、あの必ずチャンネル登録とあの通知機能だけしといてもらえると、あのポーンって、あ、ライブやってるよってすぐ見れるから、それだけちょっとあのお願いします。またね、社長、はい